これ嘘だろ、これ全部俺の体に吸収したら死んでしまうかもしれない。バカな店やん。はじめまして、よろしくお願いします。味覚と喉越しに全てを捧げた方がいいよ。いらやー、やっていきます。意外とうまそうでしょ。こんにちは。VR チャットの民からずっと DM が来るわ。 VR チャットの民はね、やっぱ流行ってほしいんだろうね。すごい来る。なんかここのワールドがおすすめですよとか、ここがこうでここがこうで私が案内しますよみたいな。まあ別の逆の視点もいるけどね。今のこの VR チャットの環境が好きだから、新しいそういう俺みたいな配信者には入ってほしくないみたいな意見もあるけど、まあ、別にその意見って俺からしたらあんま関係ないんで。やっぱりそういう長い歴史のゲームだから、俺みたいのは毛嫌いする人はたくさんいるね。まあ、それしょうがないわけ、それしょうがないわけ。にわかがようっていうか、まあ俺が取り上げたのが、まあお砂糖系、あの VR チャット内恋愛だったり、おもろい話を聞かせてくださいだったから、偏見を持たずにやってほしいね。なんか中立な立場もいるし、 VR チャットを汚さないでほしい派もいるし、やっぱ新しい界隈に行くと、スタンミ誰なん、なんでこんな盛り上がってるん、俺は興味ないけどっていう声も、なんか別に知らんけどみたいな、なんか怒ってる。スタンミ知らんけど VR チャットに入ってくるんだったらみたいな。まあいいところも取り上げてほしいってことなんだろうね。まあ、別にだって VRC っていうコンテンツ内にそれがあるんだからしょうがなくない。俺は別にいいところも取り上げてるけど、悪いところだけ取り上げる人が出てきてもしょうがないと思うよ。そのコンテンツ内になんかそういう出来事が起きてるんだもん。混沌としてる面しか取り上げるのは良くないなっていうのは、まあ、間違い気味な方向だと思った。その世の中もそうじゃん。別に日本っていう国があってさ、いいところもあれば悪いところもあって、新宿の東横界隈しか取り上げない人っているじゃん。でもそれはそれでコンテンツとして成り立ってるし、おもろいじゃん。でもそれにとって誰も文句は言わないじゃん。それはなんでかっていうと、日本には綺麗な面も混沌としてる面もあるからで、それ VR チャットにも適用はされると思うんだよね。あ、そういえばさ、大食いの配信者教えてくんない？お前らが知ってる大食いの配信者って誰いる？大食い配信もしたいの。あの、ワンコそば配信したいの。河川さんワンコそば食べたいって言ってた。あっそう、一応振ってみるか。外配信とかマジ来ねえけどな、あの人。そうか、そもそも雷神が大食いか、あいつ。いいこと聞いたわ。ただまあ、スタミナほど食うやつそんないないかも。そうなんだ。俺の大食いとってでもまあそこそこぐらいよ。多分中の上ぐらいよ。カルビーのバーキン3つには誰も勝てない。3つか。待って、バーキンってどんぐらい量あんの？これ嘘だろ、嘘だろ。きょうちゃんは 1.5 個。へえ。俺ちょっと今日ご飯食べちゃったけど、トライしてみたいな。食べてみよっかな。俺今いけっかな。俺バーガーキングってしかも人生初かもしらん。どれがおすすめなのこれ。すげえ量あるんだけど。じゃあこのビッグマウスを2個食べてみますか。ビッグチー、待って、チーズ、そんなチーズはもたれちゃうわ。他にしよう。これ全部俺の体に吸収したら死んでしまうかもしれない。危ない。単純なワッパーにしようかな。ワッパーにします。頼んでみました。初バーガーキング。お前ら食ったことあんの？バーガーキング。マックはハムスターみたいなサイズだけど、サイズ感マジビビるよ。マジ？マジ？俺マックを想像してるから入るかな？あと食ったことないチェーン店ってあるかな？サイゼリヤはある。ガストはある。スガキはない。ケンタッキーはこの前まともにちゃんと食った。月見バーガーを食って俺は感動した。ロッテリアない。俺ロッテリア多分食ったことない。ジョイフルはジャスパーに連れて帰った。夜になってジャスがお腹減ったって言って車乗って行こうぜって言って、ジョイフルジョイフル行ったから、どこ連れて帰るのかと思ったらあれだった、チェーン店だった。フィッシュバーガーなんてなかったよ。フィッシュバーガー食べたいよ。ウーバーメニュー限られてんだ。もったいないって、何がもったいないの。バーガーキング一発目がフィレオフィッシュなのか。じゃあ正解か。何フィッシュフレッシュネスバーガーじゃない。
うー、なにフレッシュネス、あ、これフレッシュネスバーガーって言うんだ、知らないわ。え、ここめっちゃ好きかも。なあなあ、あり待ってビッグキータバーガー1500円食べれんだ。これがめっちゃうまそうなんで、待ってここ今度食べるやつやる。ベーコンエッグチーズバーガーがドストライクすぎる。いやでも本当に1週間に1回、10日に1回ぐらいしか食えないな、こういうの。チーズフォンデュバカな店やん。すごっ。こちらとこちら、ではいただきます。まずはこちらかな。じゃん、うわエッグ、チーズの量やばってか直径がでけえな、でっか、すごいね君。これもはい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 、あーいいですね。うわうまそう、すげえすげえ。じゃあ、じゃあ標準ワッパーからちょっとバーガーキングに入ります。はじめまして、よろしくお願いします。うめえな、すごいね。だから野菜がしなしなじゃないの。なんで俺の知ってるバーガーと違う、野菜しなしなであってもなくても変わんない存在になってんじゃないの。野菜の存在感がすごい。うわー、全部が生きてるわ。玉ねぎもパリッパリッ、肉はジューシーっていう方向ではないね。あのアメリカハンバーグって感じ、ギュムギュムしてる方。でもその水分持っていく方向をソースの多さへなんとかしてるわ。ソースがうまいな。あ、うわ真ん中の方めっちゃ具材が集結してるわ。端っこまでぎっちり具が詰まってるんだけど、真ん中は特にもう2倍ぐらい具の厚さが、ここが一番うまい。ここが、いただきます。うまっ。なんでだお前、ハンバーガー食うとき口の周りの汚れ気にすんだ。そんなところに意識を割いてんのもったいないからね。味覚と喉越しに全てを捧げた方がいいよ。あうめえ、この一体感よね。これね、ハンバーグ普段から食わないからすごい新しい体験ができてるって毎回思う。前回の月見の時もそうだったけど、ハンバーガーってすごい。普段やっぱり俺和食ばっかり食べるから、一個一個のさ、その食材とか分かれてるの。鮭があってメカブがあって、一つ一つの孤立してるんだけど、これはさ、ハンバーガーだね。一個の個体、これは地球です。バランスを完璧、完成されてるね。うわ、お次いきます。次は期間限定のバーベキューバーガーでございます。こちら Uber Eats で頼んだ時に値段何円か知ってますか。1700円です。いってやるぜ、いただきます。あー肉厚、くどいぐらい肉。でもその中にねピクルスがあんのよ。でもねギリギリだよ。完全に調和されるとは言わない。圧倒的に肉は勝ってるけど、ギリギリこのピクルスがバランスを保ってくれてる。ハンバーグがさ2枚と上にベーコンが乗ってるんだけど、ハンバーガーってさ肉1枚と2枚だと食感こんなに違うんだね。こう食べてから歯と歯が密着するまでに
かなりラグを感じるわ。まだつかない、まだつかない、まずずっくん肉なの、肉肉肉肉肉肉肉、うまい。でもこっちはあれだわ、男女性はやめた方がいいまであるかもしれない。かなりギリギリ攻めてる。顎も疲れるし、何度言ってもボリューミーだし、女の子もしかしたらこれ1個食べるの難しいかも。これバーガーのコアと言いましょうか。地球もね、真ん中コアっていうんで、これ一番ここね、いただきます。俺の口から初めて鳴った半間裕次郎と同じ音が、肉がすごすぎてモッキュモッキュって鳴ってるわ。半間裕次郎体験できる。あー、うまっ。うどんとか食べてなければ3つ目いけるけど、これ3ついってるじゃん、すごい。確かに3ついけるやつって大食いかも。あー、うまい。ごちそうさまでした。いい体験ができたわ。初のバーガーキングでした。あんたもう一個いけたな、これ。俺でもさすがにちょっと無理しないといけない。今ちょうどいいぐらい、俺今6割ぐらい。すげえな、カルビ。女の子でこれ3つはさすがにデブかも。もうこれは言い逃れできないかも。